はい、どうも、みなさん、こんにちは。いし、いさん、チャンネル、チェスト。<music> さあ、続いていきましょう。どこでもジャミさん、ありがとうございます。え、しいさんの喜怒哀楽を教えてください。はい、といことでね。あの、ジャミさん、いつもラジオの方にね、メールありがとうございます。えー。 俺の喜喜怒哀楽びまあ喜びはあれですねあのー、本当にこう子供ですかねうん今娘が2人いますけれどもねうん子供の成長をやっぱり感じるのが一番の喜びですかねうんまああとはもうん、言わずもがな何か言って受けた時ですね、うん、で怒りですね、うん、滑った時の自分ですねうん 怒りを覚えますねなんでなんでそんなに面白くねえことしか頭に出てこねえんだってあの言い訳ですけど分かってるからねあの自分が面白くないことしか浮かんでいないっていうのはうんこれは苦しいところよそれがその浮かんでくることが面白くないっていうことが分かってて じゃあ面白いこと浮かぶかっていうのはまたそれ違うんだよね。びっくりするよね。うん、で悲しみね。愛ね、うん。浮かばない時だよね、うん。怒ると同時に悲しんでるからね。うん。あのー。何だろうっていうね。うん、で楽しいね。楽ね。うん、楽しいのがね、うん。もうこういうふうなことやってる時ですよね。うん本当にこうやってね、あのー、僕に興味を持ってね。 あの皆さんこう応援してくださってる方がいるっていうことはもう本当に楽しくてでそういうふうに言っていただけることがやられてるっていうのは本当に楽しいですこれは本当ですもうすみます芸人になってよかったなってもう本当日々思いますんで、うん、これからもどうぞよろしくおお乾杯、ね、さあ続いてまいりましょう